今日はまあこんなめでたい日になんですっぴんなんだって話ではあるんですけどこんばんは。今日はショールーム毎日アイドル800日、イエイ、祝、イエーイ。嬉しい、皆さん末広がりの8。あ、すごい、トメさん800日タワーありがとうございます、イエーイ。末広がり8800日、キャロンさんタワーありがとうございます、ありがとうございます。そう、ちょっとすいません、こんなめでたい日にすっぴんでして、すっぴんだし可愛い部屋着だし、まあ今日はちょっとあのすっぴんだけど割と漏れてる方なので許してください。ケンケンさん、あ、すごい、何のタワーこれ、エッフェル塔みたいな AKB のタワーだ、ありがとうございます。ケンケンさんタワーすごい嬉しい、こんばんは、すいません、こんななんでもない日にタワーたくさん立てていただいてしまって、なんでもない日ではないか、なんでもない日ではないけどありがとうございます。今日はですね、ツイッター見ていただいた方わかるかなと思うんですけど、そう、サンドイッチが食べたくて食パンを焼きました。美味しく焼けました。こんばんは。食パンめっちゃ久しぶりに焼いた気がする。そう、なんか最近パン 100% 成功みたいなのが少なかったので、今日は 100% 成功で焼けて幸せでした。最高。こんばんは。ちょっとさ、机の上片付けなくちゃ。こんばんは。なんかそう、食パンレシピって調べて食パン 1.5 斤レシピで調べて作ったんですけど、つなちゃんギフトありがとう、こんばんは。上手にできました。今回 1.5 斤の食パン型さ、なんだかんだこうね、使ってなかったからあんまり、まだ3、4回しか使ったことない、だからちょっと使いました。こんばんは。明後日とかの昼食のサンドイッチに生まれ変わります。まあ今日ちょっとね、試作、サンドイッチの試作してみていい感じだったので、お弁当にするときはどうやって切って持っていこうかなって悩んでおります。バイコトさんギフトありがとう。強力粉変えてみてなんか違いはね、全然わかんないです、1ミリもわかんないけど、でもなんか今回買ったその粉が食パンとかに向いてるパンだ、あ、粉だったから、すごいそれでうまくいったのかなって思ったりもしたけど、正直どんな粉でも上手にいってたような気がするから、ちょっとあんま分かんないですね。ハム、卵とアボカド、挟んだのは卵焼きとベーコンとチーズとアボカドソースと、アボカドはあのコチュジャンで味付けしました。あとミニトマトと
かな。で卵焼きはね、大葉を入れました。なんか大葉さ、ずいぶん前に買ってさ、ずっと使ってなくってさ、結構弱ってきてたからさ、しなしなになりかけてたから、そうだから、あ、卵焼きに混ぜたら美味しいじゃんね大葉と思ってやりました。案の定美味しかったです。アボカドとさ、コチュジャンの相性がめちゃくちゃいいからさ、そのアボカドを潰してコチュジャンと混ぜてそのソースにするのすごい好きなんだよね。昔から好きで、サンドウィッチに挟んだらうまいじゃんと思ってやったら本当に美味しかった。なんかさ、サンドイッチって結構さ、味付けにマヨネーズ使うじゃないですか。でもさ、マヨネーズあんまり好きじゃないからさ、うちにマヨネーズがないんですよ。だからそう、ソースの代わりになるもの何がいいかなと思って、あー、アボカドにしよっかっていうことの経緯はそんな感じですね。こんばんは。ぜひ皆さんもサンドイッチを作るときはアボカドソースを作ってみてください。大葉で爽やかな味になりそう。そう、なんかすごい相性良かったです。サンドイッチをパンから作るサイリン、次は小麦から作るんじゃないかと思ってる。トキオさんやん。そこまで言ったらもうトキオさんになれるやん。え、でも日本で作る小麦はあんまりパン作りに向いてなくて、実はそう、あるんだけど、北海道とかで育てた小麦で作ってるパン屋さんとかもあるんだけど、本来はそんなにね、そう、日本産の小麦はね、パン作りに向いてないんですよね、実は。成分の割合的にね、実はね、そんなこともあったりします。よいしょ。最初パッと見た時アボカドがずんだに見えた。確かに、あの鮮やかな黄緑色、確かにずんだっぽいわ。ずんだサンドイッチとかさ、美味しいよね絶対。こう甘系の、最後今日作ったのはおかず系のサンドイッチだけどさ、そのフルーツサンド的な海苔でずんだとあんこでサンドしたら絶対美味しいよね。うわ、最高。ずんだってさ、枝豆からさ、自分で作れるんかな。作れるならさ、今冷凍で枝豆いっぱいあるから作りたいな。なんかフルーツサンドさ、生クリームが結構くどくて、その3口ぐらいで飽きちゃうんですよ。そうだから、甘系で新たな、そのそれこそずんだあんことかできたら最高ですよね。ピナバターも美味しいですね。ピーナッツバター、ピーナッツバターさ、でさ、小中の時は朝食に結構食パンを食べてたんですよ。パッと食べれるから、その時にピーナッツバターよく塗ってた。ピーナッツバターかブルーベリージャムがお家に常備されてて、それ食べてた。そう、なんかさ、最近ぼちぼち作ってたんですけど、見て、雫型のポチャッコ巾着手縫いで作ってたんだ。時間ないのに巾着袋欲しいなと思って、そう作った。めちゃくちゃさ、綺麗にできたんだよね。手縫いの縫い目めっちゃ綺麗なの。やばない？めっちゃまっすぐじゃない？超丁寧に作った。そう、なんかそう、メイク、なんだろう、メイクポーチを丸ごと持ち歩くほどではないけど、ちょっと持ちたい時に使う巾着袋が欲しくて、この前100均行った時になんか可愛いポチャッコの布売ってたから、ああ
降りました。マジで綺麗にできたんだよな。こんな感じです。こんばんは。ミシン使うのはミシンに糸かけれないんで、ミシン使うのはどちらかといえばというか圧倒的苦手だと思いますね。こんばんは。さあ、なんか家庭科の授業でさ、ミシン使う授業とかもさ、友達に糸セットしてもらってた。できなすぎて。そう、すごい苦手だった。糸通すのだけ友達にやってもらった。なんか縫うのはできるんですよ、縫うのはできるんですけど、糸通すのだけがどうしてもできなくて、そうって感じですね。髪赤っぽく見える。あ、それ髪赤です。しげさんこんにちは。そう、赤にしてます。真っ赤ではないけど、よいしょ、ちょっと赤です。あ、かぶりすぎちゃった。でミシンあったら楽だよねって常々思ってるよ。なんか手縫いとミシン縫いのかかる時間の差、えぐい。そう、手縫いマジでさ鬼時間から、ミシンだったらドド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 ドでさ一瞬なのにさ、なんかもう絶望かかりすぎて絶望って感じですね。だからミシンとアイロンはやっぱ今欲しいなって思うよね。でもオプトコンもなければそんな買うほど使わないから買わないよね。そう、買って使うかっつったら、まあ、微妙って感じかなって思ってる。作った食パンは 1.5 斤です。今日のあの写真 1.5 斤。あ、ずっと探してた付箋が書類の下から出てきた。でも定期的に机の上掃除するの大事だな。すぐ書類を縦積みにしないのは重要ですね。すぐ縦積みになっちゃうんだよな。紐。手縫いだと玉止めが苦手。え、わかる。玉止めね。さやもさ、なんか糸にくるくるくるキュッてやるさ玉止めあるじゃないですか。あれができなくて毎回ね、こう手でくるんって巻いてやるんですけど、あんまり上手じゃないです。そう、見て、さやが小学校から使ってる裁縫セットこっちにも持ってきてる。お兄ちゃんのお下がりです。お兄ちゃんのお下がりだから絶妙にダサいです。イエー。なんかさ、やっぱさ、お兄ちゃんとさ6年もさ差があるからさ、その学校で買うものも結構差があって、なんかこの裁縫セットももう私の代の時はもっとこれの半分くらいのサイズだったんですよ。私の代で買う人たちは。そうだから、そのお下がり使ってる人だけこのクソデカ裁縫セットを持ってたんですけど、でも私は結構お下がり使うの好きだから、むしろドヤ顔で使ってた。そう、むしろドヤ顔で使ってた感じですね。あ、ヒラリンさんタワーありがとうございます。あ、テロップ出てる。イエーイ。ミニチャイトル800日です。よろしくお願いします、これからも。ありがとうございます皆さん、800日も見ていただいて。
なんか700日をつい最近お祝いしたような気がしますが、でも700日の後に1年があったのか、1年じゃない2年があったのか。でもあれからまた3ヶ月くらい経ってるんですね。びっくり、すごい嬉しい、ありがとうございます。あちゅま、次は888日ですな。確かに、あとまた3ヶ月くらい、3ヶ月弱ぐらいですね。でもこのままいくとマジあっという間なんだろうなと思う。今まで通り、今までが全部あっという間すぎて、なんかもう800日もさ、習慣化しすぎてさ、えもう800回もやったんですかって気持ち。そう、本当にあっという間すぎてびっくりしちゃうね。びっくりびっくり。いやこんばんは。あとは今日何の話しようかな。今日結構でも料理しました。今日なんかうーん生チョコ作ったりとかしてた今日。遅れたバレンタインすぎるんですけど、別に誰にもあげないしね、自分で食べるんですけど、そうなんか生チョコ美味しかったなと思って食べたいなって思って、この前そう稽古の帰りにスーパーに寄ってチョコレートと必要なもの買ってたんですよ。で今日さ、めっちゃさ仕事稽古だと思ってた。今日稽古お休みだったからさ、家に結局いたんだけど、めっちゃまた部屋の片付けしてた。ずっと部屋の片付けしてる。そう、なんか一箇所片付けるとさ、それ以外のとこも片付けたくなっちゃって、ずっと片付けしてるんだけど。そう、なんか片付けしたり裁縫したり、ご飯作ったりみたいな感じでした。こんばんは。まああとね、最近稽古で全然料理できてなくて、なんかあれだったんですよ。食材、野菜たちが結構そう、そろそろ使ってあげないとやばいでみたいな感じになってたんですよ。そう、そろそろやばいでみたいな、まだ全然腐ってはないけど、そろそろ柔らかくなってきたよみたいな、アボカドとかトマトとかってのもあって、それなんか作んなきゃなと思って、こんな感じになったって感じですかね。こんばんは。また明日から稽古なので、そう、明日も話しかけるのを目標に、目標に稽古に向かいたいと思います。あ、さとちゃんありがとう、おめありがとう。そんな感じですかね。でもなんか今日そうパン焼いたよってツイートしたらさ、そうリプでイベント、カフェイベントの時の写真がさ貼っていただいて、そうカフェイベントの時の写真貼っていただいて、なんか久しぶりにさ見てさ、あーなんか最近見かけない人たくさんいるなーってちょっと寂しい気持ちと、あの時からそうずっと通ってくれてる人もたくさんいるなーっていう嬉しい気持ちとになった。一期一会を感じた。しけさこんばんは。こんばんは。セリフは
部頭の中に入った。一旦入ってます。まだたまに飛ぶときは、飛ぶときっていうか、なんか口がもごもごってバグるときはあるけど、言いたいことは全部頭に入ってます。こんばんは。マジ一期一会すぎて悲しくなった気持ちもある。そう、最近お見かけしてないなと思って、私は会いたいなと思ったりしましたね。そう、まあなかなかね、なかなかねって感じですね。なんかさ、まあ、それこそ私を好きになってくれた人って、なんか全くアイドルに興味なかったところから私を好きになってくれた人も、まあもしかしたらいるかもしれないんですけど、そう、基本的には誰かからこう推し変してきてくれたりとか、推し増ししてくれてみたいな人が大多数じゃないですか。そう、だからその流れできっと推し変してっちゃったんだろうなって思う。まそんなこともありますよね。まあなんかそんなこともあるので、いや今応援してくれてる人はもっと今まで以上に、今までも大切にしてきたつもりではいるけれども、今まで以上に大切しよう、大切にしたいなと思いました。明日も稽古だ、頑張らなくちゃ。明日はね、でも明日ね、その生写真の撮影があるんですよ。そう、そっから稽古に行くので頑張ろうと思ってます。むくまないといいな明日。今日どんな感じですかね。今日はでもちょっとむくんでるかな。どうかな。今聖子ちゃんカットのキョンキョンをテレビで見てサイリンを思い出してきました。嬉しい。小泉京子さん大好き、私めっちゃ好き。そう、赤髪の生写真初です。明日の稽古では陽キャになれますようにって感じ。無言が何よりの発言になってしまった今。でも昨日は一緒に帰るっていうイベントを発生させることができたから、誘ってっていうか、そう一緒に駅まで歩いて電車に乗るっていうイベントを発生させることに発生させることに成功したので、明日も頑張ります。一緒に帰るのイベント、一大イベントじゃない。で、私さ、普通にさ、自分の AKB のレッスン場から帰るときもさ、基本一人で歩くんですよ。みんなと同じ時間に終わったとしても。あんま一緒に人と帰んないんですよ。なんでそんな私がね、一緒に帰れたんですよ。成長。そう。で、昨日はいい日だったね。話しかけられただけでなく、一緒に帰れたので成長です、イエイ。まあなんか休憩中に話しかけるのが目標です。明日も難しいよね、話しかけるのって。めっちゃ噛み締めてる。いや、そう、初めてだったから、そんなイベントが発生したのは
何回目よこの話題。え、もうずっと言ってる。話しかけるの難易度高すぎる。何回言ってもいいぐらい難しい。いや、昨日マジで、昨日でも話しかけれたんだよな。だから昨日の私は割とコミュ力あった、コミュ力あるタイプの人間だった昨日の私。そう、こんばんは。明日はもっとコミュ力高める。でもなんか昨日一緒に帰ったというイベントが発生したことによって結構話せたんですよ。まあ結構下手くそな会話ではあった気がしたけど、なんか普通さ、会話が盛り上がる時ってさ、こうポンポンってさ、こう2人だったとしたらこうポンポンってキャッチボールしてるうちにこう、この話に対して返して、さらにそっから乗って乗ってみたいな感じの会話が普通じゃないですか。でも昨日はなんかあまりその相乗効果は得られず、片方、私が質問して答えてくれて、相手が質問してきて答えてみたいな一問一答形式が行われてて二人ともさ、二人とも人見知りすぎてさ、会話難しくてそう、二人ともさ人見知りだったからさ、ちょっと一問一答会話になっちゃってさ、ちょっとあまりそうあんまりさ、もう盛り上がる、まあそう電車の中だったってのもあって、まああんまりさ、こう大きい声で喋って、大きい声っていうかその盛り上がってできないじゃないですか、そもそも。そう、割となんか静かめに、ちょっと混んでたから電車が、でこんなご時世ってのもあって結構小さめの声でさ喋ってたからさ、っていうのもあるとは思うんですけど、その場面もにしても昨日下手くそだったな。そう、もっと私がコミュ力あればよかったんですけど、ちょっと私の友達、劇場で可愛いファンの子見つけたら可愛いねって話しかけに行ってて笑った。え、強っ、強い、そのコミュ力ちょっと送ってもらっていいですか、こっちにちょっと着払いで届けてもらえれば一緒に帰るのを10回ぐらいやればトロフィーもらえるかもね。ゲーム脳すぎる、それは実績解除、実績解除、10回人と帰ったって実績解除されてるやん。ゲーム脳すぎるな。話がうまいね。本当ですか。でもさ、一人こうショールームみたいに一人でずっと喋るのはめっちゃ得意なんですけど、会話になると急にってなっちゃうんだよね。あ、うんって。多分さ、仲いい人とだと、仲いい人との会話ってさ、結構こういうキャッチボールってよりはさ、片方が喋りたいことがあって、でバーって喋って相手が相槌して、でこう人話の一段落がしたら、この相手の子が次喋りたいこと言って私が相槌してみたいな会話じゃないですか。普通に仲良くなったら。そう、でもまだそこまでこう、うまく、なんだ、仲が構築されてない時って、あんまり自分が一方的に喋るのってさ、こう気使うというかさ、相手も別に自分に興味があるわけじゃないと思うからさ、あんまりできないじゃないですか、自分の話一方的に。そう、だからその普段会話がはかどる仲いい人との会話と、まだ仲良くなりきれてない人の会話って、そういう違いがあるんじゃないかなっていう、結構真面目に考察してます。おちゃむさん、タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。イエイ、800日です、ありがとうございます。今日こっち二重めっちゃ綺麗、いける、こっちさあすごいな
こんばんは。さあ、あとね、さやの良くないのはなんか早口で喋るのが良くない。ゆっくり喋ればそんな、例えばさ5分会話の時間が、会話できる時間があったとして、だからその一緒に降りる駅までの5分とかがあったとしたら、普通にゆっくり喋ったら5分会話持つはずなのに、早口で喋ることによって早急に会話が終了して残り時間が余るみたいな、あーどうしよう喋ることない時間できちゃったみたいなのが起きるから、ちゃんとしかもゆっくり喋れば頭の中でちゃんと考えながら喋れるから、次の話題もこう考えながら喋れるはずじゃないですか。だからちょっとあんまりこう焦って早口になるの良くないなと思って、自分が会話してる時って相手自分の話多分きっと興味ないだろうから、あんまりこの話つまんないかもしれないと思ってめっちゃ早口で喋っちゃうんだよね。そこにもネガティブがこう影響してくるわけですね。困っちゃうな。でもそこまで考察してんだったらさ、ワンチャン直せそうじゃない？そう、ワンチャンいけそうじゃない？だから明日はまた一歩陽キャになれるように頑張ります。そう、自己分析完璧マンすぎるよね。なのになぜ直せないんですか？傾向が分かれば対策できる。そう、傾向と対策がねやっぱ大事なんですけど、対策がやっぱ難しいですね。ケンケンさん、タコちゃんありがとうございます。人見知り仰天ちゃんとの会話を見てみた。あ、でも仰天ちゃんはもうなんだろうな、もうメンバーになってから長いから割と普通に話せるかな。4で一緒だったからやっぱ一緒になる時も多くて、劇場とかで。そう、共通の趣味とかあればね。え、でもそう、共通の趣味ってさ、あの難しいよね、そっから話を展開するのも。そうなんだよね。なんかさ、相手に伝えたいことが3つぐらいあったとしてもさ、あーでもこんなこと伝えたらキモいかなみたいな感じでさ、なんか気使って言えなくて話せないみたいなことがマジ起きすぎてさ、マジでコミュ障じゃんって思ってる。アンディさん、タワーありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。800日、すごい。皆さんごめんなさい、こんなタワー立てていただいて非常に感謝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 でございます。伝えきれず申し訳ない、ありがとうございます。801日目からも頑張りますのでよろしくお願いします。昨日なも昨日の反省を踏まえて昨日の反省点は、一緒に帰ったのが、あの一緒に共演する花城陸さんって方なんですけど、ゲームが趣味らしくて、なんか休みの日って何してるんですかって聞いて、こんなバカそうに聞いてないんですけど休みの日って普段どういうことしてるんですかって言って、あ、結構超インドアでゲームしてますみたいな、ゲームとかアニメですって言われて、あ、私もゲームするんですよっていう会話はできたんですけど、なんかあんまり弾まなかったんだよな、なんでなんかそうで、相手がね、リクさんが、あ、どんなゲームするんですかって言ってくれて、ああと思って、でも最近そういえばやってないやと思ってゲーム好きだけど最近ゲームする時間なくて全然やってないやと思って、あー最近ちょっとあんまやってないんですけど、動物の森とか一時期めっちゃやってて、あとポケモンとかもそうスイッチでやってました、あ、動物の森やってましたよみたいな、自分もやってました、やってます今もみたいな言ってて、
言ってくれたところでなんて返すか分かんなくて、あ、え、まだ続いてるんですか、すごいですねみたいな会話苦手すぎんと思ってめちゃくちゃおもろかった。こんばんは、自分の会話のセンスのなさにびっくりしちゃった。せっかく広げてくれたのになんかあんまり自分が広げれなくて、ああってバグってた。でもなんかそのちょうど稽古場でカレンちゃんとなんか動画編集の話してて、それをなんかちょっとこう聞こえたみたいで、え、動画編集してるってさっき言ってたけどみたいな、あ、YouTube やってるんですよって言って、で、え、なんてチャンネルですかって聞かれたから、あー、いやーねーっつってはい、じゃあね、最下の台所っていうやつで、あのねーみたいなあ、じゃあ見ますねって言われたんですけど、すごい恥ずかしかったです。あー、ちょっとあまりねーっつってでもなんか髪長い写真が多かったからさ、サムネとかで、え、髪長かったんですかって言われて、あ、だから意外となんか会話続いてんな、そうやって考えると、そう、髪長かったんでも相手が全部広げてくれてたな、私は何も広げてないわ、うん、ふんふんふん、あれ、相手のおかげだった、会話が続いてたの、うん、なんか楽しそう、え、でもね、楽しかった、自分の会話の下手くそさにを痛感した時間ではあったけど、めっちゃ楽しかったです、私は。そう、でもなんかさ、この普通にさ、メンバーとかと話しててもよく言われる、めっちゃ言われるんだけど、なんか私脳内で勝手に話構築するからめちゃくちゃ話飛ぶんですよ。あのショールーム見てくださってる方はもうははってなると思うんですけど、わかるわかるみたいな、いつもだよねみたいな感じでみんな多分今察したと思うんですけど、例えばなんだろう、そうだな、本当に話がコロコロ変わっちゃってて、それ例えばって言ったら難しいんだけど、例えばじゃあリンゴの話をしてたとするじゃないですか、あ、今日リンゴ食べましたみたいな話してて、そしたら頭の中で、あ、リンゴといえばあのリンゴとさつまいもで煮たやつって美味しいよな、あ、さつまいも、あ、焼き芋食べたいな、焼き芋といえばやっぱす、愛媛で食べた焼き芋美味しかったな、愛媛といえば坊ちゃん劇場が、あ、で坊ちゃん劇場がみたいな、あ、脳内でそれをやって口に出すのはリンゴの後に坊ちゃん劇場とかってか出てくるから、みんなからするとマジで話飛ぶんですよ。でも私の中で全部繋がってるわけそう、全部繋がってるのよ私の中では。しかもこれを喋りながらやってるんですよ、喋りながら別の連想ゲームしてんの、だからめっちゃ話急に飛ぶんですよ。そうで、ショールームだともう一人喋りだから、誰も止める人がいないからよく頻発してみんなが、あ、今コメント打ってたけど話変わっちゃったって言って、多分ポポポポポってコメント打って打ちかけのやつを削除したりとかしてると思うんですけどそう、なんかさ、その特殊能力のせいでめっちゃメンバーと喋ってる時とかも急になんか、あ、そういえばあれがさみたいな言うから、え、何の話みたいな、よく言われるの。そう、めっちゃ言われるのよメンバーに、え、急に何みたいな。前ね、なんかあったんだよな、何だったっけな、何の時だったか忘れちゃったけど、なんかめっちゃ、えみたいな、 5,6 人で喋ってる時にみんなに、え、な、急に何みたいになって、すごい気まずい時間があったんですけど、そのさ、仲いい人だったらそれも込みでさ受け入れてくれるからさ、そのもうなんだろう、さやか節みたいな感じで話して
もうまあ許されるからいいんだけどさ、まだそこまでさ仲良くないなってない仲良くなりかけの人とかにそういうことするとマジでさ頭おかしい人だと思われるからさ、それを控えようとして喋ると話題出せなくなっちゃうんだよね。こんばんは。そう、こんばんは。そうだから話題出せない、出すのめっちゃ下手、広げるのめっちゃ苦手なんだと思う。そうそうなんですよ。こんなに自分のさ考察できてるのにさ、それを直せないのめっちゃおもろない。ここまでさ、ここまでさ自分の弱点というかさちゃんと分かってるのにさ、なんで直せないのって感じだよね。こんばんは。コメント打った時には時すでに遅し、あるあるです。そう、しかもさ私さ自分がしゃべショール、まあこれはショールームに限った話なんですけど、こう例えばそのさっきのリンゴの話だったとしたら、リンゴの話してみんながなんかリンゴについてのコメントを書いてくれたとするじゃないですか。でもその時にはもうラグがあって、さやは多分リンゴ、さつまいも、焼き芋ぐらいの話を多分してるんですよ、みんながリンゴのコメントをしてくれてる時に。でもさ頭の中さつまいものこと考えてるからさ、リンゴに対してのコメントでさ、何のコメントだろうみたいになる時があるの。その例えばなんだろう、リンゴに対してのコメントが、なんだろうな、今日リンゴ食べたんですよみたいなことを言ってる時に、なんか昨日どこどこのスーパーでなんか珍しいやつ見つけたみたいなコメントだったとしたら、もうさつまいもの話してる時に、えスーパーで何見つけたんだろうみたいな、もう忘れちゃうんですよね。え何の話したっけさっきみたいな、なんだっけみたいな、で頭をフル回転して、あそういえばさっきリンゴの話したら、あリンゴについてのコメントかみたいなのはよくやってる一人で。これも脳内でやってるんで、勝手に疑問持って勝手に解決してるんですけど、そうそうそう、これもそのもうさつまいもの話しながらずっと考えてるから、なんか口で喋ってることと別のこと考えるのがなぜかできちゃうせいで困ってる。じゃあ逆に考えないで喋れば飛ばなくて済むのでは。で考えないで喋ることによって話題が広げれなくて、さっきみたいな会話が、昨日みたいな会話が起きちゃうんですね。そう、初見です。初見さんありがとうございます。一周して戻ってくることもある。あそうそうそう、なんかこれを話したいと思って喋ったんだけど、あー脱線しちゃったと思ったら急にグンって戻す時ある。こんばんは。そう、こんばんは。話終わっても気にせずコメントすることにした。あ、それがね、私の配信を見る、正解です。そう、あ、話変わったわ。でも今このことをコメントしたかったし、送っちゃえピッが正解の視聴方法です。なので皆さん、話が変わっていたとしても、書き始めたコメントはそのまま送ってください。話戻ったりするから。そう。むしろそれの方が私的にはありがたいです。しかも、ま、ちょっと前に何の話してたかを、あ忘れたってなってもコメントで思い出せたりするからね。そう、コメントに助けられている。送られたコメントは全部見てるの？見てる、流れてるしね。ま、口に出して読むかどうかはその時のテンションにもよるんだけど。
話のペースが早すぎるのでは。あ、でもそれはあります。めっちゃ早口なんですよね。でもさ、脳内の思考が脳内の思考に口が追いつかないから、こんなに早口で喋っててもそれ以上のスピードで脳内でもう話が進んでるからさ、困っちゃうよね。サリの脳内見てみたい。もうみんなに見せたい。パカってパカって全部見せたい。だと多分ね、あれみたいな感じだと思う。ニコニコ動画のコメントみたいな感じでね、脳内でね話進んでると思うよ。同時にもうこうやっていろんな言葉がこうやって流れてる。そう、多分開いたらみんなに見せたら多分そういう風になってると思う。昔から早口、昔から早口です。早口エピソードといえば、なんかやっぱさ、ルイは友を呼ぶのだと思うんですけど、小中でめっちゃ仲いい親友の子一人っていうか親友の子いるんですけど、よく私も含めた5人組で出てくる親友ちゃんなんですけど、そのうちの一人の子も私に負けず劣らず早口で、でなんかママ、うちのママがなんかその私とその友達を車に乗せて送ってくれた時に、その友達とずっと最後喋ってて、ママがなんか2人とも早口すぎて、なんかママは何を話してるのか全然分かんなかったって言ってた。そう、多分早口の人って多分脳内の処理スピードがめっちゃ速いんですよ多分。だからその会話のテンポが速い、かつ脳内の処理スピードが速すぎて、あの早口にしないと追いつかないんですよ脳のスピードに、話が。で2人とも同じスピードだったから、めちゃくちゃ多分自分たちは全然そんな気、早口で喋ってるって感じもしなかったし、普通に会話してるだけだったんだけど、そママがそう、何を話してるのか全然分かんなかったって言ってて、あ、早口なんだ自分って。中学の時にそんな出来事があったのが衝撃的すぎて未だに覚えています。そう、未だにその車の中でそれ言われたのを覚えてる。めちゃくちゃ自分の中で衝撃的だったんだよね。自分が早口すぎることに初めて気づいたタイミングです。そんな感じですね。こんばんは。こんばんは。そんな感じで難しいですね。だからさ、まあ、昨日とかみたいな眠い日の配信はあれだ、あの結構無言が多いからあれだけど、今日みたいに結構話が弾んだショールーム、元気で弾んだショールームは他のメンバーのショールームの3倍ぐらいの物量を話してる気がする。喋りすぎ。そう、無言の調子がいい時は無言の時間少ないしね。さ、眠い時はさ、ちょっと本当に眠い時が多分脳みそめっちゃ動くの遅いから話出てこないんですよね。そう、つなちゃんギフトありがとうございます。そう、カロリー消費えぐいんですよ。そんな感じで原因は分かってるんです。自分の傾向は分かってるので、あとは対策を考えるべき。人間との会話に関しては
つもよくいるいつもよく一人でいる、そんなに永遠に話せるなと思ってる。黙ってる時が少ない。ゲーム配信向き、確かに。そうだからさ、配信向きなんですよ、動画向きじゃないんです。動画にしちゃうと編集の時に自分が喋ってるの見てなえるから、配信向きですね。そうだから来世とかはなんだろう、ゲーム配信者とかやってるかもしれないですね。あ、でもちょっと話変わっていいですか、それこはい、また来ました、私の話飛ぶやつ。そう、今来世って言えばっていう連想ゲームでちょっと話変わっちゃうんですけど、なんか今まで来世はなんか次勉強頑張る人生にしたいですみたいに言ってたじゃないですか。そう言ってたじゃないですか、なんか来世は多分アイドルやんないですねみたいな言ってたと思うんですけど、最近いや、やっぱ来世もアイドルやりたいかもしれんと思って、あのその気持ちがかなり強固になってきて、そうあの絶対来世もアイドルやってるやろなって最近よく思っています。やっぱステージで歌って踊るのがショーに合ってるなみたいなね、めちゃくちゃ思いますね。元気の秘訣は何ですか？ご飯をたくさん食べることです。話変わってもいいって言わないでください。え、そうだから私、あ、また話戻るんですけどメンバーとか友達と話すときに、あ、ちょっと話変わるんだけどさって絶対に言う。そう、でも1日10回ぐらいちょっと話変わるんだけどって言ってる、人と話すときは。そう、ショールームとかだと勝手に話変えるんですけど、まあ、みんなついてきてくれるかなっていう、みんなのみんなへの信頼もあってポンポコポンポコ勝手に変えていくんですけど、友達と話してる時とかメンバーと話してる時って急に飛ぶとみんなびっくりしちゃうから、あ、ごめんちょっと話変えていいって絶対言う。そう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 、そうするとみんなもさ、すんなり受け入れられるやん、相手も。あ、今から話変わるんだなと思って次の話をこう聞けるじゃないですか。だから混乱しないじゃないですか。でもそれも言わないで勝手に話変えると、え何の話ってなるから、あの人間との会話ではちょっと話変わるんだけどはもう必須文章ですね。ショールームの時は半分ぐらい省略します。あんまりにもブンって変わっちゃう時はちょっと話変わるけどってワンクッション入れるけどさ、ギリ連想ゲームいけるかなみたいな時はもう言わん来世は面からあるアイドルになろう。え、絶対に面からあるアイドルになります。水色で、あーでもセンターがいいから赤でもいいです。センターじゃないなら水色がいいですなんか赤ってセンターって感じしない？逆に脳までインプットせずに反射で話できるのがすごい。そう、もうなんかさ、脊髄反射みたいな感じで声出ちゃうんだよね、話出ちゃう。ショールーム中は脳を介さない会話がめちゃくちゃ多い。こんばんは。そんな感じです。面からいいよね今さ、今あの話こう交差して話してるから、今そう、来世はアイドルの話とコロコロ話変わるから話変わっていいって言うっていう会話が今こう話してますね。今ね、こっち話したいこっち話してって今で、これもよくある、2つの話同時にする時ある。だ、 LINE みたいな感じ。 LINE ってさ、なんか例えばさ、友達と、これ今例え話ね、友達と話しててさ、なんかワンボックスあるとするじゃん、あの
1あれ なんて言ったらいいの1くくり吹き出し1吹き出しあるじゃん、あれでさあのなんだろう、じゃあ明日何食べ、友達とご飯食べ行く話してるとしたら明日どこ食べ行くっていう1吹き出しの下にあの昨日の話とか入れたりするじゃないですか、明日昨日はこうこうこうでこうこういうことあったんだよねみたいな、こう2つあったらさ次の人のさこう返しがさ、明日はじゃあパスタとか食べないと、え何それ、このその話もうちょっと詳しく聞かせてみたいなさ、あのこう一吹き出しで一つの会話でこうなんか同じ話がこう同時に進む時あるじゃないですか、伝わるかな、今口で説明するのむっちゃむずいんですけど、そうでもなんか同時に進む時あるじゃないですか、それ一人でやってるショールームの場合私だから私がしゃべりたい A の話をして、でみんながその A に対してのコメントをするまでの間にもう次 B の話がしたくなっちゃうのよ私は、で B の話してる時に A のコメントが流れてくる、あ A の話もうちょっと広げたいなと思って私が A の話をする、そしたら私の A の話をしてる時にみんなが B のコメントする、そしたら私が A の話してる時にあ B の話にももうちょっと広げたいなって言って B の話するみたいな感じで2つの話こう同時にこう進めていくから、みんな多分マジで見てる人超混乱してるんだろうなって思うけど、まあ特性、私の特性なのでみんなちょっと頑張ってついてきてねって思ってるみんなへの配慮ない、やちさんタワーありがとうございます、ごめんなさいちょっと一つの話が終わるまでちょっとごめんなさい読んでなかったです、やちさんタワーありがとう。そう昔行ってた面からある現場は水色と桃色のダブ線みたいな感じだった、なんか水色と桃色のダブルセンターってなんかすごいポワポワ系で絶対可愛いグループですよね、最高です。高橋さやかちゃん何いるんですか、あでも脳内に3人ぐらい多分います、いつも会議してるから。そうさやりの脳内は電気に例えると交流ですな、確かに。そう同時進行してだからさ、その考えるのも早いし同時進行もできるからさ、同じ属性の人とは多分もう無限に会話できるんですよ。でも別にさみんながみんなさそういうタイプじゃないじゃん、話してることと別のことを脳内でさ考えてたりするのって結構多分稀じゃん、少数派じゃないですか。だからなんかそういう人はなんか私と会話してるときになんかすげえ不思議な会話の仕方する人だなって思われてるんだろうなって思う、なんか不思議ちゃんだと思われてそう、自分話コロコロ変わるし。あでも最近その共演するその昨日一緒いっぱい喋れた花城りくさんがいるグループ普段塾さんっていうグループさんなんですけど、どういうグループさんなんだろうと思って気になってめっちゃ YouTube でね MV 見させてもらったらめっちゃいい曲が多くて、最近口ずさめるぐらいには聞いてて、それを昨日言ったんですよ。YouTube で結構 MV 見ましたみたいな、気になって見ましたって言って、そっからあの曲すごい好きだなと思いましたとかさ、あの曲の MV めちゃくちゃかっこいいですねとか言えたらよかったのに、なんか急になんか自分のグループの MV 見たって言われたらちょっとキモいかな、ちょっと嫌な気持ちになるかなって、なんか急にひよった自分がいてキュッてなってみたいな話急にやめちゃって、そうなんかすごいなんかただ変な報告した人みたいになっちゃって、なんか
おおおおおってなってた言えばよかったと思ってさ、ああ下手くそだったな昨日の会話マジで、なんか急に「おっえっあっ」てなっちゃった。大人数の会議になる必要な能力よ、サリンはファシリテーター向き。ファシリテーターって初めて聞いた、すごい横文字難しいね。サリンの書類も癖になるからやめられないと思わない、カッパエビセンじゃん。いえ、こんばんは。ひよったらマイキーに言われるよ。あれでしょ、ひよってるやついる、いねえよなーみたいなやつでしょ。マジで原作読んだことないし見たことないけど、なんかそのフレーズだけ知ってる。逆に嬉しい。でもそうだ、自分だったらさ、まあ、自分そんなに参加してる曲ないけど、もし自分が何曲か参加してたりして見ましたって言ったら嬉しいじゃないですか。まあ私の YouTube はちょっとあんま見ないでほしいんだけど、恥ずかしいから。 MV とかだったらさ、マジですか嬉しいですってなるから、言えばよかったなと思って。でも明日急にさ、あのなんとかって、いやこのダメだ、この日よりがダメなんだ、クソ。わさっぺさん、ただありがとうございますもう難しいよ会話、無理困っちゃうね。最近よく聴いてる曲は普段塾さんの曲ですねよく配信で聴かれるんですけど、あんま曲聴かないんですけど、最近は普段塾さんよく聴いています。なんかめっちゃいい曲多くてちょっとハマっちゃった。そうなんだっけ、なんて曲だっけな、ちょっと待って、曲名忘れちゃった。あの口ずさめるんだよ、口ずさめるんだけど曲名忘れちゃった。あのね、なんかレインボーみたいな曲がすごいいい曲なんだけど、なんだっけ曲名忘れちゃった。 Like a Rainbow って曲が結構私の、うん、好きなタイプの曲でした。なんかこう上げって感じの曲、上げっていうか、なんかテンション高めっていうかさ、元気系の曲。なんだっけ、そういい感じでした。え、そうチームシャツさんもさ、そう最近見ててさ、そうやっぱ共演した方の MV とかって見ちゃうよね。共演する方のなんかどんな方なんだろう。やっぱ他のグループさんってさ、あんまり知らないじゃないですか。言うてもなんか存在は知ってるけど、その詳しくないじゃないですか。だからやっぱ共演するってなるとなんか気になって、そう調べちゃいますね。そう、でもなんか青春って曲もめっちゃいいんですよ、普段塾さんだと。青春って曲はなんか明るい曲だけど、なんかメンバーさんの卒業ソングらしくて、なんかちょっとこう歌詞がね、切ないまでいかないんだけど、ちょっとお別れ、前向きなお別れみたいな感じで、明るいメロディーでさ、そういうちょっとこうエモい感じの歌詞刺さるんですよね。なんか切ないメロディーで切ない曲歌うよりさ、明るいメロディーでさ、ちょっとこうセンチメンタルになる歌詞の方がさ、こう心に刺さりません？そう、それが青春って曲なんですけど、だからもう
皆さんはこの配信が終わったら普段塾さんの青春って曲と Like a Rainbow って曲をマジで聴いてほしい。まあ、Like a Rainbow は普通に明るいなんか励ましソングみたいな感じなんですけど、そう、青春って曲はマジで刺さってくる。普段塾さんめちゃくちゃ長いんですよ。そう、めっちゃ昔スザンヌさんとかがいたんですけど、もうほんと初期、そうそうそう、卒業される方がいたり新加入する方もいたりして続いていらっしゃるグループで、めちゃ歴史あるグループさんでしてね、非常にいいですね。まあそんな感じでそろそろ終わりにしますかね。今日800日の記念日だったのでちょっと長めにというか、なんか喋ってたら長めになってましたけど。AKB48 としてはね、今多分放送中のテレ東音楽祭にこの後出演するという感じですので、皆さんぜひ見てください。私も見たいと思います。初見さん頑張ってください。ありがとうございます。ということでランキング見ます。13位ともちさんありがとうございます。12位やすさんありがとうございます。11位ばいっこぞうさんありがとうございます。11位さとちゃんありがとうございます。9位つなちゃんありがとうございます。8位おちゃむさんありがとうございます。7位やちさんありがとうございます。6位わさっぴさんありがとうございます。5位ひらりんさんありがとうございます。4位アンディさんありがとうございます。3位ケロンさんありがとうございます。2位けんけんさんありがとうございます。そして1位はとめさんありがとうございます。そして本当に皆さんタワーたくさん立てていただきまして本当にありがとうございました。感謝でございます。すいません本当に全然お返しできてないんですけど、皆さんの応援を糧にこれからも頑張りたいと思います。それでは皆さん、私は明日めっちゃ早起きなので早めにショールームしたんですけど早く寝たいと思います。おやすみなさい。バイバーイ。